ここは川地温泉薬師の湯の駐車場です。こっちの建物が薬師の湯。使う道具はフライフィッシング用の9フィート4番という竿です。このラインも4番。リールはね、友人の手作りです。ティーメイト。そこに共同トイレあります。ここが薬師の湯、営業中ですね。県民と県外で料金が違います。まあ自己申告制なんでね、県民って言って入っても分かんないと思いますが、そんなことはしません。で正面に見えるのが薬師の湯、別料金の男女混浴露天風呂。誰も入ってませんね。なんか一人はいるけど。こっちが、小諸ダムのバックウォーター。あの放水のね、流れがもうちょっとあるとウェットでいい釣りできるんですが、流れ少ないんで今日はこの時間はパス。こっち上流行きます。アジサイが綺麗に咲いてますね。ガクアジサイでいいんだっけ。対岸に小餅の湯というのもあります。あれはちょっと詳細は分かりません。釣り場としてはもうこの辺から釣りにはなるんですが、まあああいうタラーとした流れは難しいですね。大事でも知ってない限り沈めてそこ転がしでようやく釣れるぐらいかな。ドライフライつけているので、流れのあるところを叩いていきます。ここを上がっていくとふれあい公園、そこは足湯ですね。はい、じゃあここから降ります。キャッチアンドリリース、必ず守ってください。ルアーフライ点から専用区下釣り禁止、返しなしのシングルフックを使用することと、魚は必ず持ち帰らないこと、優しくリリース。みんな写真撮るんですけどね、あまり触らないように、そして水から出さないように写真を撮ってリリースしてください。よいしょよいしょよいしょ。じゃあこの辺から海岸の足際を狙いたいと思います。大体こんだけ天気とその足際にのね、影に魚は隠れてるんですが、どうでしょう。ちょっと準備に手間取ってます。一応ね、手前から
ドライフライのインジケーター映ってるかな。まあこの辺はいませんからね、あっちの方。ブラックですね。水気持ち、ね、ウェザーで川の中入ってます。ドラッグかかりまくりですね。ドラッグ使ってますからね。ユージキャスト、もうちょっと奥。フライフィッシュ、おっと出た。よっしゃー、オッケー。はい、イワナさんです。ね、なるべく、枝がこんだけ見えてて放流もんだよね、間違いなく。おっと、飲み込んじゃってるね。あ、出てないです。あ、枝が切れてるんじゃん、これ。はい、ね、放流もんってああいうエラブタがね、再生してないんですよ、放流直後。まあ、魚がいるとは釣り人として楽しいですけど、あんまりね、傷だらけの魚っていうか、まあ、生産されてっていうのがもうもろ分かりの魚っていまいちですよね。まあ、とりあえず今日1匹目釣れました。ブラックかっちゃいました。まあ魚が追っかってます。はあ、どこ狙うか今迷ってますね。ちょっとあっち行ってみよう。はい、いません。だいぶそっちです。まあそこではいませんね。はい、こっとこっち。いませんね。もう一回このとこ。もうこいつだ。川尻で有名な坂文というところで黒豆コロッケとメンチカツ買いました。これとあとビールで疲れを癒したいと思います。
腰歩いてると腰痛くなるな。ああそうそう、釣りの方は結局イワナ一匹のみでした。後半戦、午後どうしたら寄り行こうかな。まあでも今川内の下流部で釣りをしまして、まだ上流部は行ってないんで上流部行くかな。あれそうすると飲めないじゃん。まあいっか、なんかジュース買ってくかな。ビールは夜だね。コーラゼロでいっちゃおうかな。水上バスですね。水陸両用バス。あれはエストレイヤーかな。バイク来てますね。ヤマハ DS と DS と。ここで休憩してもらおう。はい、誰もいません。ではお風呂上がり飲みたい。まだ風呂は入んねえぞ。普段コーラとかあんま飲まないんですけど、こういう時は飲んじゃいます。はい、黒豆コロッケ、あの、うん、黒豆入ってますね。うん、ふんふんふん黒豆よなんて歌が今ありましたけど、うん、豆の味がしっかりしてます。はい、続きましてキャベツメンチ、あの、まあ、キャベツメンチその名の通りキャベツが入ってます。うん、これもうまい。もう皮にしたらね、このコロッケとキャベツメンチ、これは外せません。うん、